ここまでコスパの高い SUV を僕は知らない。スーパーカーショップのバイトに始まり、ノバエンジニアリングのデッジメーカーを経験し、その後ドイツで車修行。 1977年にジャーナリズム業界に入り、以来40年間フリージャーナリストとして活動を続けている。また、現在は企業向け運転講習の会社、ショーファデプト代表取締役も、 さらに、ナビの SD カードなどのオプションを加えた試乗車でも、その価格は350万円に届かなかった。ちなみにこの車、サイレンカバンだとその価格は250万円を切る。 三列シートの CX-8 がデビューし、そこに新しい2.2リットルディーゼルが搭載されていた。時点で CX-5 にもその新しいディーゼルが搭載されるであろうことは容易に想像がついたが、ガソリンの2.5リットルが新しくなるのを機に、それが搭載された。新しい2.2リットルディーゼルには、 高圧インジェクター、可変ジオメトリーターボが組み込まれ、ピストンにも改良が加えられた結果、最大トルクを450ナノメートルまで高め、最高出力も 20PS アップの 190PS となった。まあ、数値的にはこのように変化したわけだが、では、それがどの程度体感できるかといえば、正直、 新旧をすぐに乗り比べてみたところで、それほど劇的な差とは体感できないと思う。しかし、エンジン回転全体の滑らかさや音の伝わり感、そして室内の静粛性に関しては確かな違いを感じられる。同じエンジンを搭載した。 CX-8 と比較した場合はどうかこれは、車重の差がそのまま、加速フィールの差となって現れ、大人3人分、ほぼ 200kg 身軽になった CX-5 の方が、やはり顕著なダイエット効果を発揮する。 昨年 CX-8 に初試乗した時は、旧型エンジンの CX-5 に対して、むしろ CX-8 の方が早いのではないかと、感じるほどだったが、さすがに、同じエンジンが搭載されると、やはり軽い分の差が顕著であった。そして、ホイールベースも短いから、全体的に動きも活発である。 とりわけ今回良いなと感じたのは、そのホイールベースの短さによる乗り心地の違いをそれほど大きくは感じなかったことだ。例によって、商品改良と称する今回の変更では、外観は全く変えていない。だから、 少なくとも外から見ている限り、改良も減ったくれもないのだが、内装の方は若干手が加えられた。といってもデザインに手が加えられたというわけではなく、360度ビューモニターが新たに設定されたことだ。 もっとも以前から指摘しているのだが、そもそも、マツダのディスプレイが7インチという、小さなサイズであること。加えて360度ビューモニターはそれを半分にして、リアビューと共に表示されるため、小さすぎて細かいところが判別しづらい。 このあたりの商品改良を次回にお願いしたいところである。ついでに、もう少し商品改良をお願いしたい部分としては、これは個人差があるかもしれないが、インテリアの質感は良いとして、色使いが少々地味である。この際だから、 もう少し高級感を感じられる演出があっても良いのではと思った。もっとも現状の価格を考慮すれば、それは少々おねだりが過ぎるかもしれないが。 というわけで新しくなった CX-5XD 相変わらず抜群の費用対効果を持っている。ゆえに2017年 JD パワー日本自動車魅力度調査においてこのセグメントのナンバー1という評価を得たというのも十分に納得できる。 何よりこれだけの装備と性能を持ちながら、FWD モデルの価格は3299,400円。少なくとも V8 並みのトルク感を有する力強いエンジンにクオリティのなかなか高い作り、そして数多くのセーフティデバイスやヨーロッパの高級車でもハイエンドにしか設定がないような、 アダプティブヘッドライトの装備等々、とりわけ装備の充実ぶりは目を見張る。5つ母子評価パッケージング、インテリア居住性、パワーソース、フットワーク、おすすめ度、中村隆人アゲッジ会員1952年、生まれ、4歳にして、モーターマガジンの紙面を飾る車好き。